赤岳山は、大韓民国北東部の関温度にある山並みの総称で、朝鮮半島東部を貫く、大白山脈で最も高い部分をなす。日本海側の側走市西部に位置し、赤岳山国立公園に指定されている。赤岳山には、河口岩でできた、切り立った峰が連なるが、標高1708メートルの大青峰が、最高峰になる。 チェジュ島の春ら山と昭白山脈の南端の地里山に、すぐ、韓国第三の広報である。河口岩の峰々がいつでも雪が積もったように白く、見えるところから、石岳山の名がついたとされる。石岳山の位置、軍事境界線を挟んだ北に、金剛山がある九百六十五年に、即走し、臨暇軍、上洋軍、高城軍にまたがる六十三点六 平方キロメートルの地域が赤岳山天然保護区域に指定された。1982年にはユネスコの指定する生物保全地域となり、韓国政府が提出する世界遺産の暫定リストにも記載されている。北緯38度線よりも北にあるため、日本の植民地支配から解放された直後は、朝鮮民主主義人民共和国領であったが、 朝鮮戦争での激戦の結果、日本海沿岸では国連軍が強く北に進出したため、その後迎えた休戦によって韓国領となった。1970年には韓国5番目の国立公園にもなっている。山岳景観は朝鮮半島の赤領というべき同じ大白山脈を形成する北朝鮮領の金剛山とよく似ており、年中を通して ハイキングやトレッキングを楽しむ多くの観光客が訪れているが、特に秋の紅葉シーズンは、前山が赤く染まる、最も美しい時期で、紅葉や紅葉の間にある険しい岩の峰や渓谷を見ようと、訪れる人々が多い。山麓にロープウェイが設置され、日帰りハイキングで往復できる見どころも多いが、最高峰の大青峰をはじめとする、中心部は、 急勾配の登山道と険しい岩山が多いため、見客者向きの本格的な登山コースとなる。県近所赤学山は、分水嶺の西側の内赤学、東側の外赤学、南部の南赤学に分かれる。赤学山の玄関口で特に多くの観光客が来る場所は、即走市街から車で15分の上京寺地域にある。 外赤学側の国立公園入り口とその先の線、仏道渓谷であり、この周囲の谷間には多くの見どころがある。うるさに岩非仙台公園入り口正面には、県近所という岩山がそびえ、途中まではロープウェイで登ることができる。頂上からの日本海や赤学山一帯の眺めは非常に美しい。 公園入り口のある谷から左側に40分ほど歩くと警告が続き、大きな釣り橋を渡ると六丹幕府や比流幕府などの大きな滝が連続する。公園入り口から右のウルサン岩は標高950メートルの断崖絶壁に囲まれた岩山で、途中には白木時代創建の上京寺、安陽安、内陰安、杉蘇安などのあずまや、 ウンドルバウィと呼ばれる岩などがあり、800段の鉄製階段で垂直の岩壁を登って頂上に着く。この頂上も長めの美しいところとして知られる。ウルサン岩という名には、垣根の形だからという説、泣く山から転じたとする説、ウルサンという南部の地名から来たという説がある。非仙台は、公園入り口から仙仏道渓谷をまっすぐ登ったところで、 渓流の中に、平らな台のような岩がある。非仙台の上の方に、金剛窟という洞窟が見えるが、数十分歩いて、階段を登ると、多くの岩の峰が連なる風景を見ることができる。さらに、奥へは、大青峰に登る、本格的な登山コースが続いている。内陸の臨暇郡側は内関学と呼ばれ、二つの、公園入り口がある。 百部下寺地域入り口ゲートから 7.5km 続く、渓谷は、夏や、紅葉の時期には美しく、奥には百部下寺という白木時代創建の古い寺がある。百部下寺からさらに奥へ行くと、大青峰に至るまでに百の淵があることから百、部下寺と名付けられた。小水台地域入り口近くには、朝鮮戦争の激戦地であった。 この周辺で死亡した将兵の冥福を祈るために建てられた老角の小水台があり、さらに奥の登山道を行くと、朝鮮半島三大幕府の一つ、落差88メートルの大上幕府がある。南赤岳は大白山脈を超える峠である関係例の南側の地区で常用群に属し、五色地域入り口がある。この地域は五色薬水という名水があり、 聖国寺という寺院の跡地と、白木時代の山荘石塔が残るほか、奥には中仙国という大きな渓谷がある。多数の登山ルートがあるが、ここでは比較的ポピュラーな2ルートを紹介する。基地となる都市はいずれも寒温度の側走であり、ソウルなど主要都市から多数の高速バスが出ており、容易に到達できる。ただし、鉄道は未だ通っていない。 最高峰の大青峰に直到する最短ルートであるが、登山口の標高が420メートルと標高差が約1300メートルある上、最後まで展望がほとんどない登山道は休憩者が続き、ハードな工程を覚悟する必要がある。登山口は五色温泉のすぐ上にあり、ゲートをくぐるとほどなく容赦ない急登が始まる。登山道は階段上に よく整備されている。約1時間半ほど歩くと、標高約900メートルの第一休憩所となり、木々の間から眺望が得られる。その後は、沢を渡る橋まで徒歩約1時間のトラバースが続くが、結構なアップダウンがある上、ガれ状で歩きにくく、時間を要する。沢を渡るところがこのルートのほぼ中間点であり、多くの登山者がこっている。橋を渡ると、 容赦のない急登が再開される。標高1600メートルあたりから背の低い寒木帯となり若干傾斜が緩む。沢から約2時間強で赤岳山系を360度見渡す大展望の山頂、大青峰につく。山頂にはハングルで書かれた表示板と日本とよく似た形状の三角点標石がある。なお、 道中に鎖場などの危険箇所は全くない。五色温泉よりも山頂までの距離は長く、標高差はさらに大きいが、途中の渓谷が美しく、変化に富んだルートで、途中に避難小屋が3箇所設置されている。ただし、避難小屋での宿泊は事前予約が必要である。ペットボトル入りの水や軽食は自由に購入できる。即走市内から、 7番または7から1番の市内バスで終点下車。案内所、売店、宿泊施設などでにぎわう登山口から約1時間は、林道歩きで、林道が終わった先に、売店、食堂と、必仙台と呼ばれる岩峰がある。ここのゲートをくぐると、登山道が始まる。滝や岩峰などの警告日の区間を、 約3時間歩行すると、標高約780メートルの地点に、洋爆山荘が立つ。ここから1キロメートルほど登ると渓谷は切れ、山寮に取り付く登りとなる。約2時間歩行すると、展望台時雲閣大秘書が立つ、標高1100メートルの稜線に至る。ここからさらに約2時間弱の急な登りでコアを峰に、到達し、 百部下寺方面へのルートを開ける。直進すると中西方直下に達するが、このピークの山頂は北朝鮮情報の収集目的かと思われる巨大なドームアンテナが立っており、一般登山者の立ち入りは厳重に禁止されていて山頂は踏めない。トラバースするとコオミ峰から約30分で中青避難小屋となる。 ここからさらに約30分で、大青峰の山頂に達する。このルートにも、鎖場などはなく、危険箇所は、階段となっているが、それなりに岩場も存在する。ありがとうございます。